します。お願いします。これは何ですか？それはあの我々新 R25 というウェブメディアで、うん、R25 くんっていうキャラクターです。そうなんです。座りが悪いな。そうなんですよ、背骨がないので。背骨がない、それはいかんよね。はい、今回ですね、女性のキャリアについて社会人5年目の、まあ、等身大の自分が小池さんに聞くということで、ちょっと緊張してるんですが、頑張っていきたいと思います。はい、私は20代の初めぐらいから目標を立てて、それはどういう目標かって言ったら、世界中を当時100何十カ国ですけど、一つずつ国全部回ってやろうというふうに決めて、休みを取るたんびにできるだけ若いうちは困難なところに、先進国のですね、観光ルートがバチッとできているようなところではなくて、人が行かないようなところをまず一つずつ回ってね、やっぱり本で読むよりも実際行ってみると、税関とか通るとき空港だけで匂い嗅ぐだけでその国の雰囲気わかるのよ。ところが途中からもうその目標をやめたのは、冷戦構造終わって、それでゴールが先に伸びちゃったので、そこでやめたんですけどね。基本的には私自身その中東とかエネルギーとかをベースにしていたんですけれども、そういう自分のある意味専門の領域はできるだけ深めて、だけど一般知識とか一般の常識を知らなければいけないので、 T 型人間であるべきだと言ってるのは、 T っていうのは上の棒ですね、ここは一般的な常識であるとか知識であったり、それから下に掘り下げるのは専門とか、ここは自分がやるんだっていう、そういう領域合わせて T 字型人間っていうのはあるべき姿かなと思って20代30代やってきました。ちょっとお伺いしたかったのが、当時その小池さんは今若いからボーナスタイムとか分かってらっしゃったってことなんですけど、でも若いっていうのは特権ですよね。そしてそれは誰にでもそのチャンスはあるわけで、その誰にでもあるチャンスの時期にいかに自分を鍛えるか、その後どう次にアップグレードするか、一番重要なジャンピングボードではないかなと思いますね。小池さんご自身がその2、30代の頃にどんなモヤモヤを感じていたかっていうところと、そこをなぜこう今突破できたのかお伺いしていきたいなと思ってます。まあ、私は留学してまして、日本に戻って通訳とか記事を書いたり、そのうちテレビのアシスタントになったのが27、28だったかしらね。私のおりました留学先のアラブでは、女性も自分の意見を普通にガンガン言うんですね。言わないとその人の存在がないみたいな、そういう社会ですね。アラブっていうと女性はどこか控えめで、そんなイメージは全然違うんですね。それでその番組のアシスタントになって、でいろいろ意見を言っていたら、うるさいと視聴者から来る。逆にはいとかへーとかは行でリアクションしてるといいアシスタントだと言われるんですよ。だいたい番組っておひな様じゃないけれども、男性がいて女性がいて、女性はいつもアシスト役みたいな、それが収まりがいいみたいな感じだ。でもその中で毎日いろんなゲストが来られるので、そういった方々からもいろいろ教えていただいて、いろんな話もすることができて、人脈になったわけですね。そうやっていろいろ教えていただくのを自分の知識として蓄えながら、最終的にはワールドビジネスサテライトの初代キャスターになるわけですけれども、私アナウンサーじゃないのでキャスターとして、当時まだキャスターっていう言葉もなかった。やっぱり20代の頃にそうやっていろんな人との出会いがあって、そこから学んでいくことがプラスになったし、それは自分を鍛えてくれているんだという意識でもってね、進んでいったのだと思いますね。若い頃ってチャンスが降ってきたりするじゃないですか、若いからっていう理由で。そこをちゃんと生かしきってこう30代につなげていくみたいなところで、当時こう意識されてたことってあったんですか？例えば何か研究しておられる方でいきなりノーベル賞を狙うっていうのはなかなか難しいのかもしれませんけれども、だけど一つずつ成果を重ねていくことによって大きな夢が叶うことがあると思うので、私はいつも申し上げてるんですが、有名な少年よ大志を抱けっていう言葉がありますよね、クラーク博士の。あんまり大きな志っていうと、なんか自分で気恥ずかしくなって世界平和なんて言ったりするとうーと思ったりするけれども、
でもその夢が大きいけれども、例えば難民の活動をやってるとか、そういうこともそこの一つにつながるわけですよね。なのでできるだけ大志を抱きながら、それを小分けにして小志、小さな志にして、それを積み重ねていって、なんかポイントカードじゃないけどポイント集めるみたいな、そうすると、まあ滅相もないと思って口にした、もしくは心に秘めた夢もだんだん近づいていくこともあるんじゃないかなと思います。最後にも一言だけでいいのでいただいてもいいですか。はい、小池さんご自身が防衛大臣であったりとか都知事であったりとか、女性初を自ら体現されてきた方だと思うんですけれども、なぜ自分が女性初っていうところに常にこうチャレンジできたかっていうところを最後にお伺いしてもいいですか。私はその大正生まれの母からね、母の時代は戦争があってね、あれもやりたいこれもやりたいと思って、女だたらにと言われて、やりたいこともできなかったのだけれども、あなたの時代は何でもできるんだからやらない方がダメよねみたいなことを子供の頃から結構聞かされていて、だったら何も遠慮することないんだなと思ってますけどね。女だから男だからって言っていてもしょうがないですよね。ですからそういう中で女性をもっとパワーを生かしたいと私自身が意思決定者として思ってますので、私はできるだけ意思決定の場に女性がいるっていうことが社会をより豊かにしていくというふうに考えてますので、都庁の場合はいわゆる事務系とかね、そのジャンルで言っても女性すごく多いんですね。すでにもう管理職でも 20% を超えるぐらいの勢いで、日本中の特に大きな組織の中でね、これほど女性の管理職がいるところはないと思いますね。都の審議会もあります。これもですね、積極的に女性の方に入っていただくことが都政を豊かに、より都民に近い、都民にとってプラスになること、それを代弁してくれる、そういう女性をできるだけ多く入っていただいて、すでに 32.9% 審議会の中で女性入っていただいて、これを来年度 40% 以上に持っていこうということと、それから今女性の知事は私と山形の吉村知事だけなんですね。あと市長さんとか町長さんも女性は本当に数えるぐらい、こう連携組みましてね、ビジョンネットワークっていうネーミングなんですが、ビジョネットって言って呼んでるんですが、女性の首長さんが集まって商工会議所と連携しまして、それぞれの名産品をね売っていこうと、販売をみんなで助け合いましょうって言って、そういうホームページがありますけれど、ぜひ覗いてみてください。ビジョンネットワークで見ていただければと思いますね。あと女性のベンチャーの起業家を応援しようということで、そういった活動もしています。ですからみんなでね、こう女性を応援して背中を押してあげてということをやっていきたいと思ってますね。CR25 の YouTube チャンネルでは10分で学べて仕事や人生の活力になるようなインタビュー動画をお届けしています。今は情報が簡単に手に入る時代だからこそ、実際に行動できる人が強いと思ってます。行動すれば自分の可能性に気づいて視野が広がったり、失敗も必ず次につながる資産になります。 CR25 はそういう思いで、皆さんが一歩を踏み出すきっかけを提供したいと思っておりますので、自分の仕事や人生もっと楽しみたいという方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。